愛です。あかりだよ。シードってどういった時に使うのかな。愛知、教えてちょうだい。シードは全く同じ画像生成をしたい時や、画像生成した作品のポーズや背景の特徴を引き継いで新しく画像生成したい場合などに使用します。またバリエーションストレングスと呼ばれる数値を調整することで、生成した画像を微調整して生成することもできます。この動画ではシードの確認方法や使い方について解説します。シードについて。シードは画像生成した時に付与される番号になっており、シードを使用することで同じ画像生成をしたり、画像全体の特徴を引き継いで似たような別の画像生成したりすることができます。またポーズはそのままで目の色を変えたり、髪型を変えたりすることができます。ですが、こちらのように必ずしも似たような特徴を維持したまま変更できるとは限りません。画像生成した後に良いポーズができたけど、後からやっぱり服装を変えたいとなった時に、シード値を固定してから変更したい服装の呪文をプロンプト内に追加で入れることによって画像生成することができます。シード値はマイナス1の設定ですと、ジェネレートボタンを押した時にランダムでシード値が付与されて画像生成されます。シード値ってどこで確認できるのかな。シード値を確認したい場合は、画像生成した後の下部にあるパラメータ情報内に表示されているよ。パラメータではシード値以外にもプロンプトやネガティブプロンプト、使用したモデルの情報などを確認することができます。過去に画像生成したシード値を確認したいときはどうしたらいいのかな。過去に生成したシード値を確認したい場合は、ピングインフォを使用することで画像生成した作品のモデル、プロンプト、ネガティブプロンプト、シード値などの情報を確認することができるよ。だけど、画像生成した作品を加工してしまうと情報が確認できなくなる場合があるから、プロンプトやシード値などのパラメータ情報を再利用したい場合は加工しないようにしてね。了解。ピングインフォタブをクリックしてください。シード値を確認したい画像をアップロードしてください。アップロードすると右側にパラメータの情報が表示されて、シード値を確認することができます。センド2テキスト2イメージを押すと、プロンプト、ネガティブプロンプト、シード値などの情報がすべて自動でペーストされます。先ほどもお伝えしましたが、一度画像生成した元のピングファイルを再度同じピングファイルで上書きしたり、JPEG ファイルなどにして加工してしまうと、右側にあるパラメータ情報が確認できません。ですが、センド2テキスト2イメージを押すことで、プロンプトとネガティブプロンプトが反映される場合があるので試してみてください。こちらではパラメータが何であったにもかかわらず、プロンプトやネガティブプロンプトなどの情報が反映されている例になります。次は、シードを使用して画像生成した作品と全く同じ生成をしてみます。こちらの画像にあるように、画像生成した後にシード値が下部のパラメータ表示内に記載されているのでコピーしてください。左側にあるシード項目内に、コピーしたシード値をペーストしてください。そして、右上にあるジェネレートボタンを押すことで全く同じ画像生成をすることができます。ですが、画像生成した作品のモデル、プロンプト、ネガティブプロンプトなどを少しでも変更してしまうと、全く同じ画像生成をすることはできませんから、シード値のみをコピペするようにしましょう。ポーズを維持して別の部位を修正したい場合はどうしたらいいのかな。例えばポーズは維持したままショートデニムからスカートに変更したい場合は、シード値を固定した後にショートデニムの呪文を削除してからスカートの呪文に変更して画像生成してください。画像生成して比較した結果がこちらになります。元画像と同じポーズを維持したままスカートに変更した画像生成ができました。確かにスカートに変わっているね。だけどスカートだけでなく、髪型や上の服装なども少し変わっているよ。スカートだけ修正したい場合はどうしたらいいのかな。シード値だけでは完全にスカートの部分だけ、目の色の部分だけを変更することはできないよ。そういった場合はインペイント機能を使用してスカートだけ変更させる方法があるよ。こちらはインペイントを使ってスカートを修正する前と修正した後になります。スカートの部分だけを修正することができているね。インペイントの使い方について知りたい方は概要欄にブログリンクを貼っておくので、ぜひ読んでみてください。
次は目の色を変更してみます。呪文内にはイエローアイズ、ブルーアイズ、レッドアイズに変えて生成してみます。画像生成した結果がこちらになります。右側は赤色の目の呪文に影響を受けているからなのか、赤色の服装に変わっているけど、ポーズや背景の特徴を維持したまま目の色を変えることができているね。次は髪型を変更する方法になります。ショートヘア、ミディアムヘア、ロングヘアの3つの呪文に変えて生成します。画像生成した結果がこちらになります。こっちもポーズはそのままでうまく髪型を変えることができているね。他の部分まで変わってしまうのですが、このように別の部位を修正して再度生成したいときにシード値を使うといいでしょう。サイコロアイコンとサイクルアイコンについて、サイコロアイコンを押すとシード値をマイナス1に設定します。右にあるサイクルアイコンを押すと画像生成したシード値に設定することができます。コピーしてペーストする必要がなくなる便利な機能なので、こっちを使用するようにしましょう。バリエーションストレングスについて、バリエーションストレングスは数値を調整することで少しだけ特徴を変化させることができます。使い方ですが、シード値を入れてからエクストラ項目にチェックを入れると、バリエーションストレングスの項目が表示されるので数値を入力してください。こちらではバリエーションストレングスを0、0.1、0.5、1の4つを設定して比較した結果になります。0に設定すると元画像と同じ画像生成になりました。 0.1 では髪型や服装、背景などの特徴を引き継いで少しだけ変化しています。 0.5 では 0.1 の設定よりも元画像から離れた結果になっています。1の設定になるとランダム性が強くなり、ポーズまで維持しなくなりました。元画像よりも少しだけ変化をさせたい場合は 0.2 以下に合わせると良い結果になるでしょう。別のモデルにしてシードを使用した場合はどうなるのかな。全く別の画像生成がされるのではと思う方もいるかもしれませんが、同じような特徴を引き継いで画像生成することができます。ですが、必ずしも特徴を引き継いで同じような生成ができるとは限りません。こちらはシード値を固定してモデルをエニーローラ、エニシング V5、リトルステップミックスの3つに変えて画像生成した結果になります。お、モデルを変更してもどれもポーズや背景など画像全体の特徴を引き継いで画像生成することができているよ。プロンプト内では背景やポーズの呪文を入れていないのですが、モデルを変更しても背景やポーズなどの特徴を引き継いで画像生成することができるので、ぜひ試してみてください。まとめです。シードを使うことによって全く同じ画像生成をしたり、ポーズを維持したまま別の部位を変更したりすることができます。またモデルを変えてもシード値を固定することによって似た特徴で生成することもできます。一部の部位だけを変更して周りの部分を変えたくない場合はインペイントを使用してみてください。以上でシードの使い方について解説しました。アイジェネでは生成 AI に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。